誰だ。闇の住人さ。まさかリク。リク、リクは俺が倒した名前。なんだと。教えてくれ。お前が選ばれたわけよ。知りたいか。君は何も感じない、実感できない、意味が欲しいか。新しい君だ。やっとお目覚めかい？アクセル。いや、眠りにつくのかもな。もうすぐこうして意識だけの会話さえできなくなる。元の自分の姿に戻るんだな。ずっと考えてた。ナミネも言ってたんだ。ロクサス、お前には心があるんじゃないか。いや、俺やナミネにも、俺たちには本当に心はないのか。それは俺にもわからない。そうだよな。でも心なんて見えるものじゃない、感じるものじゃないかなって思い始めたんだ。だとしたら、いや、今はやめとく。あ、なんだよ肝心なとこで。答えは空が見つけるよ。あいつは俺だから。そうだな。あ。懐かしいな。記憶してるか。初めて会った時、お前に新しい名前がついた日、こうしてここから夕日を見たんだ。ああ、俺の故郷だ。みんな、ハイネ、ピンツ、オレット、元気かな。また会いに行けばいいさ。
答えを探しにな。うん。だから、もう行かなくちゃ。空が待ってる。ああ、そうだな。やっぱこのアイスしょっぱいな。またな、相棒。さすがは俺の。大丈夫？俺、どうしたんだ？わからないよ。空は消えちゃうし、僕たちはノーバディと戦ってたし。そうか。あの男、リクを倒したって言ってた。誰が言ったの？誰って、黒いコートの男。リクが倒されると思う？そうだよな。黒いコートなら13機関だね。空を騙そうとしてるんだよ。僕たちは誰も見なかったしね。え？疲れてるんだよ、空。そう、お城の入り口を探さなくっちゃ。